キハ30系機動車は、名古屋鉄道で使用された機動車。本校では、先行して、同社で導入された、キハ10系、キハ20型についても記述する。名鉄は、戦前から、戦中の企業統合によって、愛知県、岐阜県にまたがる広大な路線網を有するようになったが、その中には、関山線区も多く含まれており、モータリゼーションの進展で利用者は著しく、 減少する区間も目立ってきた。名鉄では、その高い策として当時富士重工業で試作中だった LE カーに目をつけ、電化設備撤去による設備費の削減を検討し始めた。名鉄は、全線が電化された電鉄会社であったものの、国鉄高山本線に直通する特急、北アルプスに充当される機動車の運用実績があり、運転士の操縦免許や、 自動車の保守に対する車内の抵抗感はさほどなかった。現場が不安視したのは LE カーの輸送力や一軸台車の乗り心地、性能不足からダイヤが維持できるかどうかといった点であり、運行コストも電車の炭鉱運転とした方が有利という声も上がった。当時の会社上総部は新車が入ればお客様に喜んでもらえるとレールバス導入に乗り気だったが、 車両家の湯原誠は発注の条件として、八王子線で試作車の走行試験を行うことを提案した。富士重工業の試作車である L.E. カーリーの走行試験を八王子線で実施した結果、運転時分は電車よりもかかるがその所要時分によるタイヤの維持は可能と判断された。乗り心地に関しては長周期の要因具が観測されたものの、 上層部は一軸台車である以上ある程度はやむを得ないものとし、総合して八王子線へのレールバス導入に決定的な問題点はないと結論付けた。こうしてレールバスの発注が決まり、1984年から1985年に投入されたのがキハ10系である。その後の1987年には二軸、ボギー台車に変更したキハ20型が、 1995年にはキハ10系の置き換えを目的にキハ30型が導入された。運行区間は試験を行った八王子線を皮切りに広見線、三河線と拡大し、広見線を除く各線区の電力供給設備を撤去して経費削減を図った。しかし、それでも乗客数減少の歯止めをかけることはできず、2001年10月には八王子線が 2004年3月には、三河線西中金駅さなげ駅、壁南駅キラヨシ駅間が廃止され、役割を失ったレールバスは、全車が運用を離脱した。簡易な構造のレールバスは相応に、車例も短く、電化設備撤去に見合う経済性を得られなかったため、因後名鉄で同様のローカル線対策は実施されていない。矢を線で、 試験運転を行ったエルイ・カーリー試作車のデータをフィードバックした富士中工業製レールバスの量産型。ただし、ラッシュ時に二両連結運転を想定していたため、正面は貫通扉付きの外観となり、総括制御をするため、電気、空気連結機を装備した。また、座席も試作車とは異なり、オールロングシートとなっている。レールバスの文字通り、 コストダウンのためバス部品が多用されており、主にエンジン、変速機、暖房装置、ブレーキシリンダー、ドアエンジン、放送装置などがバスからの流用である。側窓も上段加工、下段上昇式というバスに似たスタイルであった。一方、ATS、連結器、空気笛などは鉄道車両部品である。また、将来のワンマン化に備えて、最初から、 足踏み式デッドマン装置を搭載した。冷房装置の搭載は導入先駆次第とされ、最初に投入された3両比冷房だったが、運用区間拡大に伴う増備車には冷房装置が搭載された。冷房ダクトを設置した関係で、増備車は初期車と側マード配置が異なる。ただし暖房装置は最初から標準装備となり、 エンジン冷却水を利用したバス用の温風ヒーターが取り付けられた。台車の FU-30D 及び FU-30T は空気、バネ付きのボルスタレス台車で、一軸台車ながらボギー機構を備えていた。また軸距も、車長12メートルに対して7メートルと長く取り、少しでも乗り心地を良くしようとしていた。しかし、 それでも二軸ボギー台車との乗り心地の差は歴然で、電車区間と機動車区間とをゲ務する乗務員からも擬派重計の要因具について報告が多数上がっていた。対策として、溶断波等の取り付けも検討されたが実現しなかった。なお、11号車のみ、機上という装置を搭載した。塗色はアイボリーを基調とし、側窓周りと車体裾をスカーレットとした。この組み合わせが、 名鉄レールバスの標準となり、後継者にも採用された。簡易な構造であったため老朽化も早く、1995年3月には、キハ30があに置き換えられて、運用を離脱、15.16の2両が、栗原電園鉄道2乗とされ、残る11から14は、廃車となった。輸送力、性能向上のため1987年8月に1両、 非電化線区拡大による増備で1990年5月に四両が製造された。機波重型に続き、バス部品を多用していたが、車体長は15メートルに延長し、エンジンも直噴式のポリエチレン6 h t 0 3 a に強化、台車も空気バネ付きインダイレクトマウント方式の二軸、ボギー台車 FU-34BDFU-34BD とした。 外観脇波重型に準じているが、側窓は固定式で座席もロングシートだが、増備車の22から25は車端部の一部が折りたたみ式に変更された。2001年9月の八王子線廃止で21.22の2両が、同年12月26日に2004年3月の三河線末端区間廃止に伴い23から25の3両が、 同年3月31日に運用を離脱し、ミャンマー国鉄に譲渡された。1995年2月にキハ10系の置き換えを、目的に4両が製造された。これまでのバス車両工法から、軽量鉄道車両工法へ変更された LE、DC と呼ばれるシリーズで、車体長も16メートルになり、側扉もこれまでの2扉、折り戸から3扉、引き戸に変更された。 LEDC は第三セクター鉄道各社向けにも製造されたが、側扉を3カ所備えた車両は一色であった。側窓はキハ20系以前と比べて大型の固定窓とし、正面窓も貫通扉付きだが大型のパノラミックウィンドウを採用した。ロングシートのモケットも電車に使われていたパープル系になり、補助イスも設けるなど、 内装も電車に準じたものになっている。塗色はキハ20型までと同じアイボリーとスカーレットの2トンだが、塗装パターンが若干変更され、スカーレットの面積が拡大した。台車はキハ20型と同級の FU-34JDFU-34JT に軸、ボギー台車を使用。エンジンもキハ20型と同じものを搭載していたが、変速機が変速一段。 直結二段の自動切り替え式に変更されていたため、手動切り替え式のキハ20型との並結運転は、通常は行わなかった。2001年9月の八王子線廃止に伴い全車が三河線に転じ、2004年3月には、同線末端区間の廃止により、同年3月31日に運用を離脱し、キハ20系同様ミャンマー国鉄へ譲渡された。 キハ 20K22 キハ10型は1984年9月23日より八王子線で運転を開始した。レールバスカ後も電車時代の所要時分を維持し、換散時に実施していた特別通貨を廃止してすべての駅に停車した。当初は車掌が乗務したが翌年にはワンマン運転となった。昼間は1両単行運転、ラッシュ時は2両連結であった。 1985年3月14日のダイヤ改正からは、広見線三丈方面の一部と三河線、西中金駅さなげ機関でも運転を開始した。冷房サービスの均等化のため車両配置は、広見、八尾津線が11.1315、三河線が12.1416となった。キハ20型は1987年9月に三河線山線に投入され、 1990年5月の増備車両も同年7月1日から非電化になった三河線平南駅キラヨシダ駅間に投入された。キハ20型はキハ10型との並結が可能だったため、三河線では両形式の並結運転も見られた。広見、矢をつせんでキハ20型が使われることは少なかったが、キハ30系運転開始直前の数日間、 八お線の運用に充当されたことがある。また、キハ30系投入後は、三河ワ旋回線での使用が主体となった。キハ10系の代替として投入された、キハ30型は31.32が、広見八や線、三十三33.34が、三河線と2両ずつに振り分けられた。しかし先日のように変速機の関係からキハ20型と、 キハ30系の並結を行わないことにしていたため、混乱を防ぐため1995年4月のダイヤ改正からはキハ30型は、三河線山線での運用を基本とし、海線には滅多に入線しなくなった。レールバスの検査の拠点は、広見、八王子線が新加二検車場で、三河線、山線、海線が、さなげ検車場であった。そのため、検車場が、 運行区間外になる、八王津線や三河線回線には1日1往復、検車場への改装を兼ねた、区間外の運転が設定されていた。栗原電園鉄道 KD111995 年に、キハ1 0系2両が、栗原電園鉄道に譲とされ、KD10 型となった。2007年4月1日に同線が廃止された、ことにより運用を離脱したが、 若柳駅構内に整備された鉄道公園にて KD11 が自走可能な状態で保存されている。キハ20系、キハ30系の全車両がミャンマー国鉄に譲渡され部2500型となった。キハ20型は2003年4月及び2004年7月に、キハ30型は2004年11月に竣工した。MR での使用にあたり、台車の改造、ベンチレーター、 冷房装置の撤去、ステップの取り付けなどが行われている。譲渡当初は、名鉄時代そのままの図書区で運用されており、また名鉄車が MR における日本製機動車第1号であったため、以降に譲渡された第3セクター鉄道からの同クラス車も、名鉄車に準じたスカーレットと白帯の組み合わせに塗り替えられていた。 しかし2008年5月竣工の部2542以降は、上部クリーム色、部主色の新標準塗装が制定され、先行導入者も、稼働車両から順次この塗装に変更された。導入当初 MR は、自国製簡易機動車のローブと同じように、客車数量の両端に部2500型を連結する、プッシュプル方式で運用していた。 しかし、名鉄車を含む LE 間隔車はそもそも、プッシュプル方式や付随車数量を牽引することを想定した設計ではなかったため、エンジンや変速機の故障が頻発した。2007年夏頃より、動力車を片側の目とした着回し方式に切り替えたが、根本的な解決には至らなかった。結局、2009年春以降は、客車牽引をやめ、 上と車両同士の二連による運用に改めたが、大変成果による輸送力縮小に伴って、四川区での運用に回されるようになり、ヤンゴン地区での定期運用は、JR 東海からのキハ48形状と、春工により2016年をもって消滅した。2018年現在の各社の状況は、以下の通り、名鉄キハ10系機動車に関するカテゴリー、 名鉄キハ20系機動車に関するカテゴリー。栗原電園鉄道系 D10 系機動車に関するカテゴリー。ありがとうございます。